の藤井が行きます、うん、中を使おうというセレッソ、ワンタッチ入ったと抜け出した、1対1、うん、林出ました、こぼれた、木純也が長いめがけて蹴る、菅野出る、早く入れてきて、パトリック、その前によく触りました、畑中、江坂が行く、江坂中央へ、江坂倒れますが、ラノのタックル、走って西矢追いついた、胸トラップ、シュートは後ろからハチスカ行きましたが、笛なし、ワンタッチで出してエメラウドのシュート、これもいいから、もう一度エメラウド、中止か、最後きっちりですかね、体に当てて吐き出しましたけどね、枠を守りました、コロリからサンタナ、これはいい連携になる、さあチャンスか、シミル、サンタナ、サンタナーと踊ったか、いや大畑が今ギリギリのところでクリアしたかという、素晴らしいですね、松田は坂本を奥で使った、ナイスカバー、素晴らしいカバーを見せました坂井、車屋のカバーに入る、外側にディエゴ・オリベイラ、大ユートン折り返し、よくカバーしました、車屋、田中俊太から田中折り返し、ジェイ・フィーダシュートとブロック、庄司が戻りました、大事ですよ、ルーカス・フェルナンですが運んでいく、運んでいく、右に出してジェイ、しかしここは松山へよく戻りましたね、拾って山口狙う、浮き球のシュート、ゴールイン、よく触りましたね、残しました、クロスバーに当たって出ていきました、組背後、おー来たぞ、長い、長い、外して流し込んだが、ナイスカバー、引きをしのいだジェリュー、さあ守備率を荒木、荒木いった、いや強いですね、荒木から浅野、浅野縦いった、浅野、浅野のシュート、ルーカスだ、ルーカス打てるか、打たせない、セレッソなんとかクリアした、高木ゴール前で守ったのは2走、これは大きいプレーですよ、坂井転がした、キャスパーユンカー左へ、ナイスブロック、よく戻った松田、坂井が抜け出して決定機、繋がって中へのクロスはクロスでこぼれて押し込めない、触ればというところでしたが、あ今度は加藤清武、これいい形になって高木と加藤は浮いてしまいました、ワンタッチパスが素晴らしかったですけども、まあ、大畑もギリギリでしたけども、よく滑りましたね、さあ7が今日は前半から7が随分高い位置まで来ました、7がそのままドリブルで倒された、ボックス内、笛は鳴っていません、プレーオンです、自分で間を縫ってシュートは、ここはクリアしていきました、谷も出てくる、高谷、谷が出てきました、東選手がこぼれた、